あ、ハニーそれぞれ好きなバカー、わこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうも、ハニソルです。めっちゃ画面触っちゃった。でかじ。え、嘘。コメントってんじゃん。上から出るっつってたじゃん。お、すげえ。あ、おはよう。おはようございました。ちょ、こっちに夢中やったとって今ね。あけましておめでとうございます。おめでとうございました。おめでとうございました。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、俺やっと出れたわ。本当だよね。まあ、ちょっと俺先週本当はねえ、俺今日卓球しようみたいに出てきたんだけど、今日卓球しようぜ。だってよし、卓球しようぜ。卓球キモ、キモ。俺マスターの珍しいね。珍しいこともあるんだね。卓球しよう。誰と卓球したの。卓球しよう。卓球。ええ、なんで卓球なのかわかんないけど、卓球俺できるかな。お疲れ様です。お疲れ様です。おいえい。卓球しよう。卓球うまこれ。絶対まずい。色まずいじゃん。うまいよこれ。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いし、まあ、言っちゃえばスラムっぽい色だよね。卓球かテーブルテニス。一緒だね。もはや卓球だね。一緒だね。うまいね。言って卓球だね。楽しいこれ。俺これで遊んでる。でもあれで遊んじゃん。うっせ。あと髪色変えてない。え、うまいよこれ。いや、汚い。さすがデーモン。え、メロン、なんだっけ、メロンサワー。逆にデーモンだから、なんかそれ口から出してそう。口から血みたいな感じで。そう緑色の汚ったな。超汚ったな。汚くはないでしょこれ。臭そう。臭そう。もうはぶったもん。はぶった。お前あれ臭そうよ。このノリキモ。ほんとね、キモン。さっきさあ、なんか言うてや。いや、するな。言うてや。じゃあ、俺、はじめましてなんで自己紹介。そうだね。あ、どうも、はじめまして。ビビです、どうも。イエーイ。届かないからやめた。そやね。よくしないよ。いない、ね。いない。やはりそれっぽくないって。っぽくないって投げ方に。何がっぽい。何がっぽい。野球かベースボールしろって、一緒やん。一緒やん。ワンチャンソフトボールしよう。ブログ見たらありがとうございます。ありがとうございます。早速来た。1日20回ぐらい見てください。見たりや、見たり、みんな見てるよ絶対。俺も見ました。従業員も見てるからね。うん、従業員がむっちゃ見てるからね。俺も見てるし。自分で書いて自分で見て、自分で書いて自分で見て自分で笑ってるから。次元じゃん。こいつ面白い。やべ。でもなんかやっぱ面白い、うん、自分で思う面白い時と面白くない時ってのがやっぱあって。なんでや。なんか面白くない時は消そうかなって思う。それ書いてる時に分からへんの。それ書いてるときに分からへんの。それ書いてるときは、うん、今日一番面白いと思って書いてる。あ、でも実際後で読み返したら、うん、なんかつまんない、うん、そうでもなかったみたいな。そうよくあるよね。そうでも面白いって言ってくれてるよ。ありがとうございます。テニスか。テニスしよう。テニスじゃん。ベロ噛んだ。ペニス。は、え、何ペニス。菅美咲もくさくさくさそう。くさそうってくさいな。なんだよ。もう絶対従業員だろあれ。もうあんな従業員だろ。もうビビ臭いの。え、ビビ臭い。俺臭いの。俺が今言ってたのに一番。人気なんて絶対の人気ない。人気いんじゃん、もう。やば。すげえよ。大丈夫。人気なの。誰が反応してる。どこで反応してるの。どこ突っ込むの。嘘でしょ。人気じゃねえのこれ。何かってる。もう。そこに興味持たれたら俺ら立場ないんだけど。いや、もちろんモンハンでやっちゃうからね。言ったらもうそれ。モンハンやりした。そんなモンハン反応すんの。みんなモンハンしてるから勝手に話題振り始めたからね。誰だよ、ゴアムが言ってんの。クリスマスどうだった。クリスマスね。クリスマスどうだったっすか。クリスマス、クリスマスね、一人でケーキ食ってた。ケーキ食ったの、うん、クリスマスに。ケーキ、なんでケーキ食べるんすか。え、なんでケーキ食べるの。ロウソク消したただふーって。ロウソクなかった。寂しいクリスマスだろ。お前やば。え、じゃあ逆に何した。何したって。お前それはクリスマスはさ、仕事してたね。まあね、まあそれ、それもそうだろ。まあ何したんだ逆に。休んでケーキ食ってたんすか。うわ、来たぞりー。じゃああれ虚言か。あ、虚言だった。あれ虚言か。じゃあソイソイ
あのカリスマ美咲くんは虚言だった。虚言か。カリスマ美咲ね、どっか行った。そいつあれ夢や夢落ち。まさ夢じゃなかった。うん、夢落ちだったじゃん。幻覚だった。幻覚。あれはなかったよ、あの日は。というわけで美咲1円足んないよ。あ、間違えた。1円身内ネタ。美咲シャンパンすごかったらしいね。あ、それね、夢落ちやねん、実は。そう、俺もすごいと思ってたんだけど。俺もさっき思ってたんだけど、ちょっとなんかね、サイサイでちょっと気づいたら夢やった、あれ。いや、夢だ。妄想妄想か。もうほんと全部妄想。あなた俺が夜ゲロ吐いた感じ。みんなの妄想ですごいよね。そいそい、ね、そいそいでボケてだって。え、そいそいって何まず。え、そいじょい。あ、大豆のあれ。大豆な、大豆な。大豆のあれ。大豆な、割れ。みんなホストなの。ホストなかったらこれいい日は。最近初回行こうとしたら60分って言われたからやめた。いや、そういう時は、うん、最後送り聞かれた時にめっちゃ悩めばいいよ。30分ぐらい。そうそう、え、誰にしよっかなーとか30分ぐらい言ってれば90分出すから。俺がめんどくさいそれ。俺がめんどくさいから。90分で粘れる粘れる。俺長く30分つかなかんねん、そこに。俺でも長くないって突っ込む。え、長くないって突っ込む。2部ってどんなお客さん来るのって。2部まあいろいろだろうね。どんなお客さん、うん、どんなお客さん、初回話は少ないぐらい。あ、そうだ、嵐とかそういう風の目で見てるんですか。ああ、そういう目で見てるんですか。よくねえわ、よくねえわ。よくないわ。キャッシャーとかでちょっと遠隔するときに、うん、あ、こいつ初回嵐だなみたいな。ああ、いやー、で、潰れるわ、初回嵐は。まあ、そっちか分かんないけどね、その時点じゃ。でも、はしご多いよ、やっぱ、バーからとかの。酔っ払いが多いね。うん。そう、酔っ払いしかないよね、むしろ。そうだ、2部、酔っ払いばっかりだね。うん。酔っ払いばっかりだよね。まあ、楽しいよね、そっちの方が。シーンとして料理。うん、まあね。シーンってなんか辛いじゃん、なんか話題切り出すのめんどくさいし。なんかノリでやっぱやった方がいい、ね、じゃあ接客適当。どういうことや。そんなことはない。どんなあれよそれ。自分なりに頑張って。じゃあがもう分かんねえもん。何のじゃあなのか分かんない。何があってのじゃあなみたいな。そんなことないよ。確かに。どんなイメージ持ってんの逆に。お餅が9時くらいなら大体いるって。あ、お餅って誰やねん。まずお餅って何。俺の知ってるお餅って喋んないんですよ。これエチゴ製菓ってやつ。見てへんからね、これ。見えてない。これ酒飲んで映らないからね。せーの、うん、正解はエチゴ製菓。おいえ。何が楽しいんだよ、これ。わかんない。これ何用で置いてあるの。まあ、クイズ用。まあ、おーい、美咲出るの。美咲。ハートついちゃった。ハートなの。サクに接客してみて。やだよ、こいつやられたら。もう怖いもん。接客して。だって初回嵐だから嫌だ。あ、俺が。俺が何それって儲かってるって、まあ、何基準で儲かってるか分かんないけどね。儲かってる分かんない、知らない。そう、基準何。いや、儲かってなかったら儲かってんのか。でも儲かってなかったら俺らこんなキャラキャラ笑ってられないから。いないからね。こんなにおかしくてやんないからね。笑ってられないから、こんな朝から酒飲んで笑ってられないから。自腹なのにこれ。俺自分で今さっきあれローソンで買ってきたから、ね、そう、俺もローソンで買ったからね、うん、俺塩だよ。嘘じゃん。なんでや。嘘じゃん。まあそこまでいかんしだって。ハニソルの代表はまあ、レンレンレン代表。レンレンレン。放送見てないよ。レンレンレン。レオンは接客見せてくれてる。それはレオン。レオンって誰。レオン。それはレオンだからね。ジャングル大帝。ジャングル大帝。ジャングル大帝レオンダニアってやつですよ。あはカムの人拒否。カムいないよ、カムいないよ。ライブ曲。あ、もう拒否だな。キャンプ会、キャンプ会。初見でいいんだったらカムになれる。鼻噛みすぎ。鼻水。もう全部使ったんですか。もうなかった。一人で全部使った。一括。一括。そうそう。今日何するから。あ、俺。やめてやめて。やめて。何時だと思って。そうだ、まあ。ちょうどその時間か。この時間オナニーしてもいい時間帯でしょ。いや、もう寝ろよって時間。いつ何時間オナニーしてる。身分やからさ。ああ。ね。仕事前にオナニーして。そうそう。でやろうかみたいな、頑張ろうみたいな感じで。なんでやねん。あれか。そんな顔で出勤しないでほしいもん。僕のスッキリした顔で出勤するの。ガつくわ。それできたら。今日でニコ生終わりだよ。今日で今年終わりだよ。今年お世話になりました。そう。お疲れ様です。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみ。おやすみ。はい。これから締め日だよ。あ、そっか。うちはリブか。そう。最終放送こんな感じだもんって言われてるよ、ほら。逆に最後だからエルク行こうっていうあれ。何を求めた逆に最後に。今も2部の方が面白いよ。今日締め日だよ。あ、昔知らんからね、昔の2部って。俺も分かんない。そんな古い人間じゃないから分かんない。何年前まず。どんな客がうざい。うん、真ん中の俺が来たくないな。言ってねえよ。俺らも同じこと思ってるから。言ってねえよまず。何ネタとか。どんな客がうざいっていうか、もう客の時点でうざくはないよ。まあね、
客になったらまあ、ね、客になったらもううざくなる。前はうざいかもしれないけど、なったらまあ、ね、気持ち悪い客、いや気分の悪そうな客はいるけどみんな何歳なの左から、左は25歳、真ん中22歳、俺22歳、何が上に丸バクみたいな感じだった、ビンゴならなかったやんスロットだったらもう危ない。ねえ、ね、先は右だよって言われてるけど、まあそう、画面ああ俺反対なんだ、そう俺から左やからさ、人の気持ち構えないでやっぱ。じゃあ右は25歳、真ん中、俺変わんねえわ、変わんねえわ、俺変わんねえわ、ずれたら若すぎるってさ、すごいよく言われるんだけど、何歳だったらさ若くない、妥当なの、うん、逆に何歳求めてんの。42歳 iPhone? iPhone? いや、縦やめよ、縦30からだろ、男は。じゃあ俺ら男じゃないんだよ。あー、男の子やろ、男の子やろ、まだビビってハニーのビビから名前取ったの。ハニーだっけ、隠してないのね、わかるでしょ、それなんか2回目言われたもん。あんま言われてない。コスラブでデニッキネタ言ってくる客はうざくない。別にいいんじゃない、なんかその場を笑ってられる、うん、楽しいからね、見るのは、うん、見るのはまあね、見る分には面白いね、うん、人のをね、人のバックのネタとか見るの面白い、ね、超楽しいよあれ。なんかそのホスノス見て、うん、洗剤とか見た後に、うん、なんかその寝顔とかさらされてるやつ見て、あこいつ意外とやることやってんだみたいなこんな決め顔してやることやってんだなみたいな。まあ笑えるよ、ね、あれでも7割嘘でしょ。えもっと嘘じゃない、7、8割、いやでも写真が貼ってあったらガチだと思う。まあ違うわね、そう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 、書くだけあったら何とも見えるからさ、やっぱうん、書くだけだったら俺でもできるし、そう、先でもできるよ、俺もできるのか、書こう、写真だったらね、さすがにもう言い逃れできない、もう開き直った方がいい。俺でも最低、まあ、よほど合成とかしない限りね、そのバレバレの合成してたら面白いでしょ逆にねまあやばいよ。でも寝てる時って撮られたらしょうがなくない。だからやっぱ女の子といる時は寝ないべきなの、うん、これ寝ない、うん、そう、寝ないべきなので、もうそれ抱かれてなくない？違うか、うほなんでゴリラがいるのさっきからなんかやっぱ時代ってやっぱ進んでるからゴリラもネット使うようになってきたあーもう知らせられない。でもオーストラリアかどっかで、うん、オラウータンだっけ、あ、いるね、なんか人権が認められたらしい、うん、人権は人ってないじゃん、まだった、うん、でもなんか人権が、じゃあそろそろ歌舞伎町でもデーモンが認められたらしい。あー、俺だけじゃん、うん、デーモンは人間じゃないからねまあね、でもホストじゃないもん、ホストじゃないんだよ、なんなんだろうね、やっぱデーモンか、ちゃんと顔じゃなくて、ポロン、ポロ、ポロン、ね、ドラミングって何？どういうこと？ドラミングって、さっきからソイソイって何なの？わかんない、ね、ソイソイって何？ソイソイ、ポロンって何？ポロンって、ポロン隠さずって、ポロンって、ポロンってこと？出したの？あー、かわいそうだねバルスバルス、ポロンって本当なんだよ、ね、ポロンが違う目が、人がゴミのようだあれでしょ、多分ポロンっていうのは多分下半身の、あ、今日下半身のフルボトルをされてた、フルボトルが、フルボトル、いやもしかしたらハーフボトルかもしれない、ハーフじゃない、ハーフボトルかもショットグラスかもしれない、もしかしたやばい人、そっけない、ね、マジかわ、なんで NG コメント打ったのデーモン、大丈夫、え、書いてる死神って書かれてる、面白いモノマネしてってやばいよねもうなんかモノマネじゃないんだよね、面白いモノマネなんだよ、つまんないモノマネあかんかね、ちょっとハードル高いよね、それ。じゃあ、デモン。はい、デモン、はい。でも、存在がモノマネってよりもあって俺。いや、いいから、デモン。うん、はい、やって。面白くなかったら、流す。お前をろう人形にしてやろうか。押すの遅くない？間が辛い、結構。正解じゃなくない？正解じゃないから。これ、罰ないんですよ。ブーだ。罰欲しいわ。どうしたって言われてんじゃん。俺もどうしたって思った。まあ俺もどうしたって思う、体調悪い、あ、一応になっちゃった、一応になっちゃった、あー、実はバレたの、コメントマスター飲んだらあかんねんけどね、ほんま今日飲んでもうた、ちょっと年明けしばらく混むところが、年明けしばらく空いてないよね、まだ空いてないよまだ開けてからよ、うん、開いてからだね、うん、ほら、もうそれじゃ書いてんじゃん、でもゲームはもう書いてんだよ、え、アディダス、アディオス俺、帰れたね、俺わざわざタクシーでここまで来たよ、わざわざ来たのにね、帰っていいのか、いつもより3時間早く、ほんとだよ早く寝てないよ、ね、年末ね、年末ね、28から休みで、来年が4日まで休み、5日の朝から、そうそうそう、5日の朝から寝坊しないようにしよう、誰だ、さっきからソイソイとかゴリラかなんかソイソイ出るんだけど、ソイソイ、何語なんそれ、まずソイソイ、薬やってるんでしょ、多分薬、あー、シシシシでしょ、え、シシシシでしょ、滑舌悪い、滑舌悪い、びっくりした今やばいよ。せせせせ。なんて言ったのかと思ったもん今。訂正されてるじゃん。だから
じゃもう一回、もう一回。265万点されてるよ。あー、せーの。シシのシェーだよ。諸見里だね。アカシャカシャカシュの人じゃん。カシャカシャカシャカシュ。大丈夫1兆円？あ、違う。いや、なんか、とりあえずなんかこれが1兆円になってから何でも1兆円すればいいって思ってるし。ねえ、もうパキってないし、別に。パキってですよ。え？パキって。だってこんなの飲んでるんで、パキってないし。いやいやいや。これ、いや、ダメ？ダメか。あ、レモン酸っぱい、これ美味しくない。レモンってグレフルちゃうの？あ、グレフルだった。グレフルまずくないだから、チューハイって。いや、これに言われたくないでしょ。目がうまいよ、緑の、緑の色が。いやいやいや、何汚いって。みんな何飲んでるの？一緒よ、背景と。うるさい、うるさい。背景、背景一緒。いや、ね、ザッ。まあ、みんな何飲んでんのだって俺はベリーメロン俺ストロングのダッシュベリーメロン俺ストロングサワーシャワーデーモン汁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 口から出たやつくさっすかくさっすかストロングなのかストロングなのかそれは分かったんだ本当だそこに驚くんだねベリーメロンなんだろうまさかあの水着がストロングみたいなねえ珍しい珍しいのか知らんけど営業中のクラスさ営業から飲むよねこれすぐなんかいやあそこでめっちゃ飲まされてとかですぐ抜けてくるから大して飲んでなくてもう今日お前サボらせないよ今日頑張りますあんまり最近は酒は強くないですなんか弱いふりしてサボるタイプ待ってそれ俺のさサボりのネタを言っちゃダメだよ、うん、通販需要ないでしょデーモン汁通販やばいねばいこれデーモン汁でいいのこれ名前多分運んでるなんかヤマトとかの人が死んじゃうよ、うんだから冬限定で書いてるよこれでもデーモン汁一 つ,、ね、つくださいっていうさ自由あるけど一個だけ下に汚いなって書いてあるまあ汚いでしょ汚いですよデーモン自体汚いですよデーモン汁ビシャーはやばいよめっちゃ効果が何のために効果があるギリギリ下ネタでしょデーモン汁をだいぶ下ネタでしょ何のために効果っていうか目で曇った何の効果あるのそれもめっちゃ効果ありそうとりあえず人間じゃなくなることは確かデーモンになったよデーモン汁かぶりそうやばい何かけてんの体に臭さマジでデーモンを妊娠するデーモンを妊娠するって日本語がやばいけどねああそうとかあ、産むってことデーモン正しいデーモン間に合うからピッコロ様だったよピッコロ大魔王だった緑やけどさ緑やけどさちょっとマカンコーサッポやってちょっとマカンコーサッポ俺分からへんねドラゴンボール俺マカンコーシャッポですなマカンコーシャッポマカンコーシャッポやってマカンコーシャッポデーモン出身ナメクセでしょドラゴンボール分からへんとえつまんなつまんなシャーな世代商品ちょっと年末年始ドラゴンボール読んでてくださいうん、終わるそれ年末年始でいや年末年始終わる42巻までだから、うん、あ1日、うん、20巻ぐらいの結論で悟空が死んでめっちゃアニメだっけドラゴンボールは、うん、はえなんすかどういうことアニメが長いんだっけアニメ長いっすねなんかほんとなんかベジータが殺されるシーンだけ30分ぐらいやるからそんななんか撃たれてうーとかいうのを30分ぐらいやるから早く死ねよって思う頑張りすぎなんか最初はなんかあベジータ死んじゃうのかみたいな、うん、寂しいなみたいなあるのに、うん、30分やられるとさっさと死ねよもういいよもう死ねよみたいなちょっとかわいそうだ ねビビとミサキは名字ないのだって名字ないよ俺もないなんならデーモンって名字だデーモン名字だけどね俺名字募集中なんで名字になったんだろう俺いい名字ないかななんで細胞分裂してんの俺デーモンからああ。デーモン汁を舐めくせえ下ネタでしょこれ絶対下ネタでしょ待ってね、308番見てデーモンより口な出すって言われてそんなことあるんだろ、ね、それ今は面白いかもしれないけど半年ぐらいしたら頭おかしいやつだみんな忘れてる完全に言ってたやんこれってもうやばいですねじゃねえ花火だ今は絶対マリモさんだよどれ言ってないでしょマリモさんいや絶対これどれどれどれセシシェの店聞いてるんですよ手荒れそう従業員でしょ俺もじゃなかったら結構辛いよ辛いよねそう、ただのさ、リスナーがさこれやったらもうプロだよねだってプロでしょセンスやばすぎるよビビの声が桐生院翔に似てただってえ俺それなんでコメントすればいいえ、従業員じゃないってごまかし方やったんか嘘とけもう絶対嘘だよ嘘とけもうそれですぐ疑うのが本当によくないあ、まあ、細やからねやっぱそう、やっぱそう、でも信じなきゃやっぱ女の子まあね女の子に信じてほしいんだったらやっぱ女の子信じなきゃよやっぱ信じないよ授業じゃないよって言ったらやっぱ、うん、授業じゃないんですよって、うん、思うしかないよねそう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 好感度上がったからしょうこねえからね好感度上げたねなかったのそれ言わなかったらビビの名字考えてくれてるよ俺の名字考えてくれてるの絶対使わないけど考えていいよキレイキレイビビキレイビビやばいねゴールデンボールはダメでしょゴールデンボールはダメでしょゴールデンで止めてほしいよねうんそうそうそうよく NG コメントなんなかったのこれなんでしょゴールデンボール金玉って打たなきゃいいああいう言っちゃダメでしょそこさ、日本語レッツとかさあるじゃないだろ、チョコボールチョコボールはダメチョコボールはダメそれ別の人がされてそれ、それ、それダメだよ
チョコボール舐めよう、ね、やばいやばいやばいやつ出てきたよ。ね、ゼムの下半身にいる寄生獣を見せんでした。寄生してないじゃん別に。やばいやつ出てきたよ。ダメ、絶対やめた方がいい。絶対やめた方がいい。下半身の寄生獣やばい。それ絶対後悔するから、うん、後悔しかないよ。言ったこと後悔するから、うん、絶対やめた方がいい。生きてるかもしんないじゃん。生きてるか。で死んでんの。イーディじゃんか。シェンロンでしょ、ここシェンロン。シェンロン、シェンロン。イデキャ。ちなみに何匹飼ってるの。何を何を何を何話。キャンタマ寄生獣。何か一緒でしょ。ほとんど一緒でしょ。1匹でしょだってみんな。1体じゃないの。何匹。いや、1匹と2つでしょ。何匹やったらいいの。あ、そう、1匹と2つ。そう、うん、1匹と2つ。2つなんだ。2つ、なんでか2つ。1つなんですか。え、1つなんですか。それ、それ爆笑問題。爆笑問題。それ田中だね、爆笑問題。取ったもん。取ったもん。ではないけど。隠してそうって感じ。どこに隠すねん、それ。伸びたよ。伸びすぎだね。斧にやるからね。その斧で切られる子、めっちゃかわいそうじゃん。うん、どんなプレイよ、それ。辛すぎるよ。誰があの子で言ってた、珍獣とか。おっさんじゃん、もう書いてる、絶対。お前、縛りたしかないじゃん、もう。そう、俺、早口なんだよね。それの方言なんだけど、これも一応。方言っていうか、地元がすごい早口なんだ。まずか、2人とも九州か。え、だからか。なめくせでしょ。なめくせか。あ、九州じゃんね、早。なめくせ早口だよ。なめくせと九州一緒にしないでほしい。あ、すか、ごめんね。いいよ。なめくせでしょ。みんなの出身教えてください。右側の岬は長野です。長野人。長野人。で、なめくせじゃなくて普通にガキガチで。あ、こうか、こうか。なんでふざけたんすか。犯罪言うからやろ。真面目にこれは聞いてるぞ。あ、真面目やった。俺熊本です、熊本、うん、おっさんじゃなくておばさん、ごめんなさい。ごめんなさい。そこはごめん。申し訳ない、申し訳ない。違いが分からんかったっつって。年上にしたか、あれ。そうそう、分からん、分からん。大体ついてるものが違うだけだ。ついてるか、ついてないかですよ。あるかないか。そうそうそう、ついてるか。一応女の子、女の子もついてる。そう、上についてるからね。キモ。え、なんでもないです。いや、普通にキモ。まあね、普通にキモ。みさきの歌が来たいって。いや、俺の歌じゃないですよ。違うの。違う。明らかにビビって書いて、ついてないけど金は金はある。あ、金はある。金って言わない。金って言わない。ここでって、それ金あるなら全然問題ない、ね、うん、いいよ、うん、金があれば。金。俺、新潟。誰だよ。誰だ。新潟。新潟誰だよ。いたって新潟。誰だもう、うち。誰だろう。コシヒカリかな、こいつ。ナイキ派です。何の話。長野動物園よく行くよ。あんの、動物園。ある。あったの。場所は長野に動物園なんかあるんですよ。ある。動物園の。いるいる。ゴリラ、ゴリラいる、ゴリラ。そこら辺歩いてるんですよ。やば。さすがだね、長野。さすがでしょ。うわ、田舎すぎてついていけない。さすがに熊本は長野オリンピックやりました。98歳くらい。電車2本で。電車2本です。え、長野ってパスポートいるんですか。長野ね、ビザがいる。マジでやばいね。え、あれあれ何だっけ、なんか種類あるんだよ、ビザにもさ、体重とかさ。何言ってんの。仕事の永住権取ればいける。あ、取らなあかんの、永住権。永住権めんどくさいね。え、通貨は円っすか、ドルっすか。ウォンっすか。通貨、あれ、ゲル。なんでゲルって。面白くない。滑ったみたいな。滑ったみたいな。なんて言えば正解だったのか分かんないよ。まあね。そこだよね。店で仲のいいキャスト、仲のいいキャスト誰だって。誰だろう。仲、でも特別誰かが仲いい。みんな普通に平等にいいよね。そう、みんな誰といいから。うん、え、私も新潟とか。コシヒカリと一緒じゃん。さっきコシヒカリだ。うん、米うまいよね。レッサーパンダ飼いたいです。すごいな。飼えるでしょ、でもね。飼えるの、レッサーパンダ。名前風太くんでしょ。なんかさっきから古いんすよ。長野オリンピックだったんだから。何人だよ、お前。この中で一番新人は誰。てみんなが同期じゃない。あ、俺が多分一番新人入ったな。俺が一番新人、うん、俺が答えた後にコシヒカリうまいってきたからね。わかんないから、ね、米の種類で食っても。秋田小町しかわかんない。まあ有名だからね。コシヒカリの方が有名じゃないですか。どっちだろう。まあどうでもいいんだけど、まあね、米どうでもいいんだけど。食ればいいからね。ぶっちゃけ炊いたらもうわかんねえし。あ、ちょっと分からへんから、ソムリエである。ビビのね、名前の由来はね、あれ、ビビアン・ウェストウッドが好きで、そっから取った。そうなんや。そうなんすよ。ノリでなんかさ、よく聞くように、なんか最近。なんか俺、めっちゃその名前の由来聞かれること多くて、初回で。うん。なんでビビなの。あんまかぶりようなそうだから、ね。なんかほら、ファッション雑誌、女の子。あー、あるね。ビビってあって、それが好きなのって言われて、好きなわけない。これ、全然共通点がないよね。超スポーティーじゃん、俺。全然ね、確実にビビがいるからじゃない。ちげえつったし、それ。なんか拾うね、そのネタ。まあ、もういいや。もうそれでもいいや。まあね、なんでもよくなってくるよね、と。うん、なんでもありですよ。まあ、理由なかったら、まあ、しないよ、俺だって。なんか、うん、
や俺特に俺のデーモンって理由ないけどね、大してデーモンは理由あるでしょあるでしょ、まあ、なんで俺、生い立ちがデーモンだから好きなお酒何ね、好きなお酒何だってなんで、ガチなやつなのか、うん、ホスト的な意味なのかによるあデーモン、9月だからデーモンだね生まれた瞬間からじゃないですかお母さんはママデーモンなんですねガチで、ガチで好きな、ガチで好きなお酒何だってあホスト的な感じじゃなくてガチでガチなやつ俺カロリーかな、普通にああずっと飲んでられるカロリーだったら俺なんだろう、俺意外とカラーミルクなんだけど美咲くんは俺ガチで好きなのガチで好きなやつ、うん、ほろ酔い甘酒ほろ酔いほろ酔い飲んでないのじゃそのまま飲んでなんだろ俺がホロ酔い飲んだホロ酔いだって売ってなかった売ってなかったなんだいや買ったし俺これホロ酔いじゃんこれ何言うじゃんほら共感してくれてるからいいじゃんホロ酔い美味しいガチ美味しい美味しいけどねなかったからもうストロン飲んでストロン飲んでホロ酔い好きだと困るよね何やもうストロン飲み終わりほど広がってホロ酔い酔ってる酔ってる酔ってる今日締めみたいな大丈夫この時間正直眠い俺らも一緒だこの時間正直眠いよ寝起きだもんだって言ったらじゃあさっきからさ、スイスイスイって何なのもう拾わなくていいそれもう何回拾ってだって拾っても返してくれないからもう拾わなくていい2セットかあんのそれとティーガジーのストロングほろ酔いほろ酔いあ、ほろ酔いかストロングストロングうん、なんでもないマジかあるある好きなタイプは俺好き好きなタイプだからそれはガチのやつなのかほろ酔いタワーにそれとも高速的なやつなのかほろ酔いタワーやってカルピスタワーいいね俺ってなんだ俺ってほろ酔いタワーやろでもガソリン飲みそうやばい飲んでも多くないね別に俺ガソリンスタンドとか言って満タンでって金切れないよで見たら満タンでって言ったら満タンならへんわいや値上げつらいわみたいなビンってやるつらいシャンパン飲んでやるだいぶつらいやつビンガチなタイプはガチなタイプは、うん、なんだろうね軽油だけどねかよガチなタイプうん、なんか 顔か性格かによるけど、うん、顔を言ったらさすがになんかいろいろ面倒くさいから、まあ、性格で言えば、うん、なんかね自分持ってる子がいいな流されない子がいい進化しっかりする子そう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 進化がしてる子だ喧嘩できる方がいいあ、うん、あ言いなりよりそう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 何でもしてあげるみたいなのはちょっと、うん、なんか面倒くさいよねそうそうなんかじゃあいらないってなっちゃう、うん、そうそうそう多分そしたらもなんかでも謙虚な子も可愛くないなんかずっとやったらなんかさいやなんかでも謙虚でもなんか自分の中で譲れないところを持っててほしいよねああ流されたらめんどくさいそんな人いないから大丈夫だよまあね俺さっきから俺って誰なの知らないよこんなの有村なんていうのあれかすみね誰それ知らないよ俺は橋本橋本も分かんないまあいるんじゃないそういう人間がこのようにこのようにうんこのようにいるでしょそれ一人ぐらいまあ一人ぐらいまあいるよ俺それぐらいまあ親次第だよねみんなテレビとか見ないのってアニメしか見ないオタクやんあとガキテレビ見るよガキ使うですよ片手に淡麗とキムチ朝日だし俺朝日からし朝日ほんとにそこは言いなりになってほしいけどねしょうもないのばっか見てるな間違いないああホストだからねアニメとガキ使うでしょそれ小学生の頃から変わってないでしょ見てる番組まあ変わってないね小学生の頃は俺学校に行こうすごい好きだったよあったねーの下とか B バックだっけ B バックそうそうそうなんだっけ軟式グローブ何それそうだよアホだよって知らないそのあったんすよ尾崎豆知ってる面白かったね何あの頃の学校行こうめっちゃ面白かったねいけるんだけど姉さん知らないの知らない俺そうジョン・レノスもいたそれなんか聞き覚えあるなんかあんまり意味がないやつそう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 あなんかあったねなんかそんなのそういえばあれ、あれ、あんまり意味がない、結構面白かったな、そうそう地味に面白かったなんか、うん、懐かしいよね、面白かった、すごい見たら面白かったのかな軟式デーモン気持ち悪いなんで硬いデーモンあ、俺慶応も知ってるよ慶応あの、なんかラップに合わせて、うん、雑学みたいなの言ってくるの言ってみてくださいいや俺分かんないけどまずもっと雑学そう、あの頃テレビめっちゃ面白かったよねなんか毎日面白い番組があったよ今もう癖やりすぎてねそう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 浜切隆二って誰わかんない俺はカマキリ俺はカマキリ最近テレビ面白くないともう 見なくなっちゃったからうん、うん、ないもんね、うん、お笑い系って全然ないじゃんなんかお笑い番組ってそう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 芸人返そうなのだから最近のねうんあ俺ムカデ人間知ってる俺妖怪人間かかんないムカデ人間あれでしょ人と人がつながるんだよね下ネタそれ下ネタでしょ違うあれなんか見たけど特にねそう見たけど全部下ネタでしょいや、ムカ
ネ人間ってだから、うん、3体というか3人人がいたら 3P? お前ね、恥ずかしい恥ずかしい、やめてやめて、違うだから1人が食ったもんが、うん、食うの、例えば3人連結だからもうダメだ、俺も全部絞れない聞こえる、俺来てもいいよ、俺寄生獣見た、ほらみんな汚いって言われてるから、俺じゃねえし、俺寄生獣見た、俺見てない、面白いよ、面白い、頭で寄生できなくて、うん、誠に残念って、俺実写魅力しないんだよね、青鬼はあれでしょ、鬼ごっこ逃げるやつでしょ、青鬼ゲームをやったけど、うん、俺は下ネタキャラになっちゃったじゃん、元からじゃん、まあいいけど違ったの、あ、そうそう、逆に何かなと思ったん、自分のこと、あ、桃鉄太郎100やったら何キメキメ暴れないでしょ、キメよくやっちゃうんだよね、ゲスヤバオ、ゲスヤバオ、じゃあ先よろしく、 CM ドン、レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、じゃーん、オーバー、売れるって、マリルマリルマリル、もしもしオーナー、僕、俺なら証券 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ、ただいま、ホラーマンがいないね、デーモンがいるから大丈夫、まあね、ホラーマン、デーモン、何にする、あ、ルビー、まず何にするっていう質問がおかしい、やばいやばいやばい、逃げせつった、え、包丁つった今、伸ばせたら、くっそ痛い、じゃあ治るまでし、うん、はい、見切れて、なるまで。おなってんの超痛い。だからか。釣ってるの見て面白いけどなる人いないから。ああね。あ、けけけけけならへんしな。はい、は俺がバカ。シェ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 じゃないの。あ、やっぱりシェ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 じゃないの。シェ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 。あの人なんかもうレジェンドになっちゃったよ、一気に。ちょっと賢者モード。インパクト強すぎてね。ベンゾーさんみたいなメガネ流行り、デーモンって騙したの俺じゃないか、あれまず言っとくけど、みんなほ、ね、みんなホストする前何してたの、俺ホームセンターで働いてた、俺が保育士やってた同時に喋ったし喋りたがりかよもうベンゾーさん、あ、お前か、美咲保育士です、季節のベンゾーでしょ、される側でしょ、あー、保育される側、そうそう、俺が頑張って資格取った意味、取ったの俺そのために東京に来たのに、美咲でも取れんの、うん、取れた、じゃあ俺がしよう、500円じゃない、美咲に子供預けたくないって言われてる、俺は絶対預けない、うん、枕そらそうやばい、ロリコンすぎる、預けて帰ってきたらもうすでに他の女性になってるそんなか誰にも預けたくないんじゃん、それ正解だよ、言って変なこと、あん、私も保育士、あ、もっと保育士だった、タイプだって、タイホーシュシュシュってやればいい変なことむしゃくしゃしてやったら誰でもよかったって言えばいいです、そういう時は大体捕まったらそれ言っとけばいいから、鉄板だね、そう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 、うん、デーモン前職は学生だ、死神、あ、デーモンでも学生になれるんですか、デーモンでも学校、やっぱデーモンの学校っていうのがある、死神はな、そうだけどね、混ぜて覚えるんだよね、いいな、絶対嘘だ、俺も保育士の輪をつなげて広げよう、つなげようっておかしい、意味なんだっけ、俺ホームセンターで働いてた、いくらだよ、CA って何、キャビンアテンダント、今キャスかと思った、はあ、職業じゃねえだろ、最初はアテンションプリーズからチンチンプリーズあんま変わんない、あんま変わんない、これ読める、これマグロじゃない、マグロだよ、マグロでしょ、うん、みーくんが保育士だったらモテそう、モテた試しが一回もない、だろうね、うっせぇな逆にガッツキ半端なそうだけど、ガッツかねえわ、よしよみたいな、ガッツかねえわ、幼女かお母さんしたの、あちなみにお母さんは何歳ですか
で、旦那とはどうすかみたいな感じでさ、それはイワシ、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 絶対預けてくれよ。637番、それイワシ。637番も出てるんですか。それブドウ。出てない。あ、来た、出た、出た。ブドウはじゃこんにゃくじゃね。ブドウでしょ。どうなの。バラ、ほら正解。なになにこれ、今何のコーナーの。みーくん、手遊びやって。手遊びやって。手遊び。これ、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 女遊びしかできないから。うっせーな。これって手遊びできないから。見て。カエル。どう、どう、どうこっち向けんの。止まったの今。シマホって何。シマ、シマ、シマウマ。違うよ。シマ、シマ、シマ、シマホ、シマホース。シマホース。シマモじゃんやっぱ。シマホース。シマウマや。シマホースとシマモじゃん。なんだっけ、シマホって。シマホって何？うん、そっからよろしくちょっと。うん。何？シシシのシ。スマホ？スマホにスマホ行こうって。スマホをさくやさんが言うとシマホになっちゃう。あ、シマムラだ。え、違くない？シマホもし、あ、それ。シマムラ、シマムラじゃん。え、だからシマムラホームセンター？シマムラホームセンターじゃない？ね、オナホと。ね、行こう、だから行こう、行こうって、オナホに行こう。なんでこんだけコメントあるんだって、オナホ拾ったんですか。モグラ、モグラです。島、島中ホームセンター。トントン、ね、トントン手遊びできない。そうなの。うん。俺トントン手遊びできない。まあ、島、島タラホームズって。島、島中ホームズ。島中ホームズ。でっかいホームセンター。どこなの？え、だからちょっと外れたところにある。うん。新宿とか。田舎とかじゃない。ホームセンター行くの？締まりがいいもの。あ、読んじゃった。でもね、あれ。方南町によるよね。なんで方南町？オナンチョってどこ？何県？東京じゃない？そうなの？わかんない。これでだって大分県とかだったら俺ら知るわけない。あるよねって言われても知らないってなるから。え？え？わかんない。の人遊び、手遊びみたい。だから女遊びしかできないからこの人。やめて。保育士がクソみたいだから。新宿にもあるんだ。女遊びとか幼児遊びしかできない。あ、しっかり手当てやばいんだよ。バーベキューセット買いに行くって約束したのに。誰、誰とだよ。この時期に誰とだよ。新潟のホームセンター、武蔵っていうのだって。かっこいい。ロケット団じゃん。こじろい。ロケット団。そっつ。ゲンガをかけるロケット団の二人にはってやつでしょ。ホワイトホール。ロケットに何入ってる。タバコ。俺、何入ってるっけ。俺、何も入ってない。わお。なんでこんなに入ってんの。結構入ってんの。これ視聴者プレゼントでしょ。850円ぐらい入ってる。ビー君が食べたチータでしょ。いらないでしょ。俺も欲しいし、まあ、890円入ってる。カバンに何入ってるって。カバンね、エロ本。カバン、仕事前にエロ本読んでくるの。カバンの中のカバン何だろう。財布に行く。化粧ポーチと財布とタバコとくれるの、あげる。カバンじゃない。 LINE したらあげる。あと DS ぐらい。なんで仕事場に DS 持ってきてんの。本当に何つ売れてんだよ DS って。アクロ。うわ、いや、ぶっ壊れろ。売ろ、ブックオフで売ろ。売れないよ、箱ないんだから。傷つけて売ろ、傷つけて。早くだね。小銭にして返す、小銭にして返す。売る気ないっしょ。2000円札にして返す。で、財布の中気になってんの。俺財布の中多分2000円ぐらいかな。俺もあんまり入れない、財布の中、うん、落とすから怖いから。うん、怒られたくないし、ね、あったら使っちゃうじゃん、やっぱ金って。そうそうそう、俺あったら帰り道に全部使っちゃう。浪費癖があるからじゃない。だから、そう、買い物に行こうっていう時しか入れない、財布は。あ、もう全部家に置いてるよね、お金は、うん、基本、うん、いや、俺使いたい分だけ入れてる。使いたい分だけ持ってることないから。だってね、うん、そう、持ってる分だけ使っちゃうから、持ち歩かないようにしてる。衝動買いしないように入れてないから。あ、うん、あとね、取られたりしたらね、やだし。ね、辛いよね。いや、俺落ちたら諦める。落とすの。じゃあ落としてくださいよ。拾っとくから。俺が拾う。はい、さっきの好きなベスト3。お邪魔女ドレミと明日のナイジャーと何。天空のセラ、セラム、セラム。なんで？ホスト、ね、ホストってセラムとか。ホストってクレジットカード持ってんの？俺持ってる。持ってる人は持ってるでしょう。俺持ってるけど。学生の時に作ったりしてたらね。うん、そうそう、うん。ホストだけやったら分かんないけどさ。俺持ち歩かんな。カード？うん。意味なくないそれ。いや、なんか落としたら嫌じゃん。いや、なんで金持ち歩かん。なんで作ったのじゃん。チータルでもうやっちゃった。チータルでやっちゃったよ。え、だってお金だったらさ、別にまた下ろせばいいじゃん。カードも作れやん。カードも別に止めちゃえばいい話。再発行すればいい。いや、それがめんどくさいからいいやと思って。だってカードだけ、カードだけあればさ、すぐ下ろせるじゃん。まあぶっちゃけどうでもいいんだけど。まあね、お前のカード事情とか。まあ、ホストになってからだと審査、楽天カードだったら通るんじゃない。まあ、
楽天カードってあれでしょ、職業スナイパーって書いてあ、そうなの。そう、楽天カードでスナイパーって書いても通るらしい。カメラに手がやってるやつでしょ。そう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 、楽天カードマンってやつスナイパーでさ、だこれでスナイパーやってんだよし、合格ってなる。どれぐらいも取れるんだ。1週間預けるんでしょ。何を審査。そうなの。なんか俺はすぐにか、あのビザカードさ、うん、まあれ行って、まだ受付かで、書類書いて、で、すぐ通ったけどね。だから届くのが、ちょっとかかる、時間かかるぐらい。楽天カードって意味わかんなくない。何に使うの。楽天の買い物でしょ。楽天って通販じゃない。スナイパーめっちゃ稼げそうだよ。稼げるからやっぱスナイパーにもやっぱ稼げるスナイパーと稼げないスナイパー。腕によりやっぱ腕に。やっぱヘルプみたいなスナイパーもいるし。腕がいいか悪いかでしょ。だって狙いを外さなかったらね、儲かると思うよ、やっぱ。自宅警備員でも通るかな。まあ、職業スナイパー絶対金持ちだよね、間違いないね。でも親がスナイパーってやるなんか。まあね、安心だけど怖いよね。なんか、ね、殺されるよね。なんか授業参観とかでなんか僕のお父さんはスナイパーですみたいな、いつも窓の外からなんか獲物みたいな感じでさ、そうそうそう、父ちゃん今日も仕事行くから仕事行くんだみたいな、いらっしゃいみたいな。それやばいよ。やばいでしょ、うん、それこう言えないよ、それ人前で。やばいね。言ったらもう捕まってたよ、お父さんお前のお父さん何言ってるって言いたくないよ。まあ言えないよ。いやもう言う、一回バレたら俺はもう自慢するけどね。まああれもお前下手なこと言ったら俺のお父さんは黙ってないぞみたいなでもお父さんの腕にもよるでしょ、下手だったらまっすぐ捕まるよ、お前夜中気をつけろよみたいなカーテン絶対閉めとけよみたいなやばいね。お父さんスナイパー、俺お母さんスナイパーの方が怖いかも。逆にお母さんスナイパー怖い。なんかヒステリックそうだよ、なんかね、なんかもう乱射しそうやん。なんかあったらもうすぐなんかさ撃っちゃいそうだよね。怖い怖い。コルコ13じゃないしね、もう35じゃん。なんでちょっと増え、なんで35なのかわかんない。13か、さっき言って。英語わかんないんだよね。子孫です。35、3、え、なんでもない。え英語、俺35英語で言えると思ったら言えなかった。135そのままじゃない、うん、はい、うん、なんでちょっとあれなのかわかんない。え、増えたところじゃないよね、だってまあね、めっちゃ増えてるよね。3倍ぐらいだね、3倍ないけど。ウケるわ。ウケてないよね。まあでもなんか数字が増えれば増えるほど増えるほど強そうだよね。レベル高いみたいなあ、ゴルゴレベル35みたいなお前のポケモンで言うとやっと2回目の進化を迎えるぐらい。そうだね、やっとバッチ4つ目だからみたいな。そう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 4つ目のバッチぐらいの頃にちょうど。で、親ゴルゴの様子がって。早すぎでしょ。何なんじゃんだよ、ゴルゴから。もうどこまで行くの。いや、俺絶対 B ボタン押すけどね。キモいもんだって、ね、キモいキモいキモいみたいな。腕4つ目あるんでしょ。ゴルゴ35から36に進化したみたいな感じ。キモいキモいな。1レベルごとにゴルゴの様子がとか言われた。ちょうどしたくないけどね、もうそんな。もう俺絶対変わらずの意思も出せるね。いや俺それだったらカセット抜くわ。もう俺なんか友達とかにめっちゃ交換で送りまくるよね。お育て入れっぱなしするよ俺。進化しないよ、レベル上がって。いや、なんかあのボックスとかに預けてたら増えちゃうから。ああ、うん、やだね。どういうこと。突然の彼女に作ってほしいメニューは。彼女の作ってほしいメニューなんだろうね。俺オムライス。俺和食がいいな。俺ハンバーグでいいよ。出た、ぽいぽいぽい。肉しか食えないでしょ。まあ、豚、うん、中に玉ねぎ入ってたら許せないタイプ。別にいいよ、玉ねぎくらい。なんで玉ねぎが入ってんだーみたいな。玉ねぎまくらいハンバーグ抜けって言っただろうみたいな。そうそうそう、ハンバーグもなんでもええやん、もう妙に肉しか食わないから。レッタヨシだって誰だよ。知らないの。レッタヨシ知らないんすか。エブゴルゴ松本の相方っす。あ、まあ、顔赤いぞお前。もう酔ってんなお前。やばー。じゃだって、うん、このニコ生の前にも和食いいよね。和食すごい。煮物が俺すごい好きなんで。レッド似てるってさっき。わかるわ。じゃあ俺ニコ生の前さ、やっぱレッド美咲にすればいいんだ。それかもうレッド吉田美咲とかでもいいんだ。そう、あ、吉田レッド美咲みたいな。吉田本金庫みたいな。そうそうそう。人肉オンリー。なんかさ、マジであの飯とか食っても、うん、絶対肉しか食わない。いや俺もう付け合わせの野菜とかもう捨てるっすもんね。あ、付け合わせで握りつぶして捨てるっすもん。何握りつぶさなあかんの。なに、え、130だおって何。何が？何百ね、130って何？身長じゃない？レベル？ああ体重ね。体重やばいね。おかんね。分厚いね。130だおよ、だおよ。あれ体重だね、マジか。体重かマジか。身長何センチじゃ？一応聞いとく。身長はだから320センチぐらいあったら。まあ、まあ、細いねんだけど、うん、まあ84ぐらい。低いね。
新宿84。やばくない逆に、はい、じゃあはい CM。はるか、はや今日ちょっと会いたいな。よろこ、君、奇抜な見た目の人多いね。コメントがね、あと100、そう、あと170、ただいまぐらい、そう、うん、頑張って、みんな頑張って、みんな、うん、俺らは頑張んないから、みんな頑張って、うん、人任せなんだよ。ビビ、これからいっぱいニコ生出て、残念、今月で終わり。今年はね、来月ってあるの、ニコ生あるんじゃない。俺、終わりだとしたら寂しすぎるよ。まあね、なんで最後ちゃうなんてなるよね、それこそ、うん、毛先ピンクだよ、毛先ピンクだ、うん、トークだけで20キロぐらいあるの、さすがに疲れすぎっしょ、ネタだって書いたんだ。頭20キロあったらやばいよね、もう首つい、何歳になったら首座るのかなって感じ、うん、ネオホスなの、誰がネオホスって何、誰がネオホスなの、ネオキホスと、あー、俺ら全員ネオホスです、ネオホスで、どうもネオホスです。ところで企画は何の、卓球企画、うん、誰が喜ぶのそれ。ねえ、需要ないよね。ネオホス、ね、ネオホスって何、俺わかんないんだよね、本当にネオホスって。 この仮説からよろしく、まずちょっとねえ、ネオホスって何、寝起きホストしかわかんないよね、うん、寝てるホスト、寝てるホストだったら寝てホスになっちゃう、寝ホス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 、なんだネオホス、教えて、誰か、誰か教えてよ、誰か、誰かネオホス教えて。俺ホストがあるよ。オナホス、それは真ん中だね。オナホス、オナホス、オナホスって何、オナホス多いよ。誰だ、地にあると思うよ、多分、分かんないけど、ネホスはシャンパンコールしないらしい。で、何すんのじゃ、何すんの。あ、歌舞伎以外は一緒に歩いてても恥ずかしくないから、でもこれ部屋見してたら意味なくない。あー、だからなんかちょっと黒髪とか、なんか暗い茶髪とかでホストホストしてない感じ。この中ででもネホスって言ったら誰、ビビ。いや、俺違うでしょ、絶対。誰、一番俺違うと思う、多分。いつまで CM やればいいんだろう。これ、これも違うっすよね、これも違うっすよ、ね、びっくりした。一番左はって、どっから見て左じゃん、ビビじゃん。画面でしょ、だから画面の左はビビだね、うん、こんなのだったら、じゃあビビが一番ね、お子さんなんじゃない。絶対嘘でしょ、俺歌舞伎でやるって恥ずかしいよ、絶対。歌舞伎だったら、待ってね、歌舞伎でも850万やばくない、何ゲームとか殴りたいって聞いたよ。なんでだから、何すんの、タクでゲームとか殴りたいっていうの、もうやばいよね、まず罰ゲームで、タクって店のこと、タクって、タクって、しばきたいね、誰だ、まあ、ゲームを殴りたいってこと、あ、ゲーム、あー、怖いね、昔はよくやったよね。でも、ね、みんなホストっぽくないって言われてるから、ホストっぽさが分かんないよ、だからみんなね、まあ、何を基準でホストって思うのかは多分分かんない。はい、デーモンしばかれる、俺がしばかれるの、うん、これあれでしょ、ゴルゴ13みたいな感じでしょ、400みたいな、めっちゃ進化してる、めっちゃ進化してる、ね、489まで進化してる。でも100止まんないんだよ、むしろ止まんない、止まんない、止めてない、これからも、これからも進化し続ける。いつまで進化せなあかんの俺。なんでこんなデーモンさん嫌われてるんですか、ねえ、謎だよ、俺何もしてないよ、嫌われるから。ネオホスは接客がなってないらしい。いや、全体的にこう、やる気ないのか、ゆるい、ゆるい、何がいいの、何がいいの、じゃあ、その、いや、お酒とか飲めないみたいな感じ。何すと言ってんの。俺、後輩でそれいたら殺すよ。カーレって言う、とりあえず放置でしょ、うん、絶対嫌だよ、ね、ネオホスは店でも家飲みみたい。あー、なるほどね、あー、接客っぽくないんだ、うん、じゃあ、これ、お酒、あー、ネオホスでお酒飲む、いや、それを好きな女の子多いってことなの、じゃあゆとりじゃない、どっちがいいの、結局。え、ネオホスとホストってどっちが好きなの。人によるまあ、時代の変化はあるんだろうね、でも、うん、あ、だっちりねえ、昔みたいな、やっぱさ、ぐいぐい飲む感じじゃないんだ、免許も多いし、やっぱ、うん、確かに、
あ、時代って変わるか、やっぱ、うん、急に重たい話、ダイナミックな話ねえ、昔とか知らないのにねいきなり時代の話するの全く分かんない全然知らないけどね、昔とかガッツリホストの方がいいと思うんだけどね、これホスト行くんだやっぱそうだよね、うん、いや、家飲みだったら家飲みでよくないなんだ、宅飲み友達同士で、すっぴんでも部屋結びってことだからもうそうそうそう、だから宅でモンハンしたりみたいな、うん、もう家っぽいよそうそう、人生ゲームとかやっちゃったりするんじゃない、あー桃鉄とかそうそうそう、桃鉄とか桃鉄50年ぐらいジェンガとかやっちゃったりするはい、お前のやつ来て揺れてるよ、揺れてるよみたいな感じで仮に崩してもグイグイとかじゃないんだないんだお前の負けよし、次だけやろみたいなつまんない、いつ飲むねよそれいや、ジェンガでも崩したら組み立てるのめんどくさいよねいや、それは負けたやつがやるからそうね絶対単価上がんないよ、うん、上げようがないもん上げようがないでもそんな単価でわりかし宅でやった時点でブロックさ、やるごとに1個か2個なくなるよ、ね、多分1個でも酒なんか入るよねガッツリもネホスもどっちもいてもいいと思う俺もいいと思うの俺もね、俺いるなんていいと思うよ、うん、まあ、お好きにどうだもんね、そこら辺別にね、うん、だったら値段もネオ価格にネオ価格って安めってことセット料金150円マックじゃん支配200円ぐらいみたいなお酒の顔の色がデーモン、俺デーモンじゃんおめでとう顔怖いやばいよね、こいつ今日すっごい飲んだんだよ。俺バーミヤン行く前にすっごい飲んだもん。睡眠今日1時間飲む。バリアン？バリアン？バリアン？いやマジまた？また？おかしい。俺がまたバリアン行ったみたいじゃん。バーミヤンまずくない？バリアン美味しくなかった。だよね。バーミヤンやばいもん。今日1時間で、うん、だって7時から1時ぐらいまで飲んでて。バーミヤンで？うん。居酒屋行ってバーミヤン行って、はいうん、バリアン バリアンで、2時から、じゃあ、うん、何時か分かんないけど、でも8時か9時ぐらいかも飲んで長い長い長い、はい、コメントがせん、あとあとね、あとね、97、97、うん、97、コメントしてそれで1、6、4時間ぐらい飲んでたんだよ今日絶対水君、あれさ、途中でいなくなるよ、ね、潰れるね、うん、逃走するよ、だ警察捕まってまた警察捕まれて、また違うことあるなんかね、酔っ払って工房にいたんだっけ、お前なんだっけ酔っ払い酔っ払ってなんか、放浪しててそこなんかね、保護されたんだっけ保護された気づいたら、なんか留置所みたいなとこに思って留置所え、牢屋だから俺ら、ね、なんかバリア見せかけみたいになってたじゃん、さっき前科持ちだった、うん、前科はないの前科は前科は前科だったしだめだめいや可愛い系なのかっこいい系なのって言われても俺が決めちゃダメですよそれは人が決めるもんだから、うん、可愛いねって言われたら可愛がぶるしかっこいいねって言われたらかっこつけるし、うん、ブサイクだね人だったらどうすんのえそうでーすこの中で一番売れてんの誰とかエグいやつ出てきたよそれ分かんないみんな自分が一番売れてると思ってる、まあ、そうそう、うん、してまあ任せるみんなに任せる感じだねうん、うん、まあ誰を売れさせたいかだよねん分かんねや、うん、まあいいんだよでも誰をよね、まあ、売れさせたいかうんじゃない、うん、今月の売り上げ暫定1位言わないね言わないね完全にもうすぐ分かるからまあ今日終わったら分かるから分かる多分うん、うん、お楽しみは取っとこうちゃんとねそうだねうん一番嬉しいなんか熟してね熟してるそれ先顔が熟してるそれ先だね半熟年的にもね予想はビビだけどねあ本当にそれ予想されるの嬉しいねうん嬉しいよねじゃあ、あと6分で84件コメントお願いします。いけるぞ、言ってほんまに。いや、なんかちょっとね、ちょっと減ってきてる。なんかノルマ毎回1000から1000だよね。ああ、そうなんだ。大体なんか。おいじゃん、ビビならお金使ってもいいから。使ってください、お願いします。言ったから来いよ。え、じゃあ、これ、言い逃げみたいなのがあるから、言うんだったら。虚偽1個多いから、やっぱ最近。俺、ライブ D 乗ってるからね、ほら。うん、そう、乗ってこいます。ちゃんと送ったりな。ほんまに。ちゃんと送ってあげて全部落ちた見せかけは絶対嫌だ俺もそう思う俺もそう思う、うん、俺それしてあと100で何がいや、あとね70 67 67、うん、頑張って俺ら何も頑張らないから、うん、頑張って俺プリ作ってるから頑張って俺は飲んでるから適当にしょうもない話しとくからそれなりにコメントしといて、うん、コメントくれたら返すからあ、いう、お、それ50カフェこれうえ、おのこうやってあい、ウエコさんあい、ウエコあ、何に植えてんだよあい、ウエコって名前いいよくかわいいねよくよくウヨクでもさっきやめて開口性ハゲデモはハゲ誰やザビーいんのザビーいるよなんかウヨク、ザビー
ザビエルってフランスのザビエルだ。フランシスコね。フランスのザビエル。だから日中の田中みたいな。右の人開口してくださいみたいになってる。右手が分かんない。右手誰？フランスのザビエル。フランスのザビエル。ペリーは何のペリー？開口のペリー。開口のペリー。開口。なんでみんな通り名がついてる？ペリーだ。ペリーは？俺が黒船のペリーだみたいな。でも俺最近の雑学俺最近の雑学すごいことをね聞いた。なんで？それ15秒ぐらいで終わります？終わる。あ、じゃあペンギンっているじゃん、うん、で南極ってペンギンってさ二足歩行だよ。長い。ちゃんと言えつか。南極にさペンギンってさ二足歩行いるじゃん。いや日本がやばい。南極にペンギンって二足歩行いるじゃん。南極でさ、二足歩行できるんですよ。南極って、あ、いるんじゃない？そう、いるんじゃない？二足歩行できるならペンギンしかいないの。で、ペンギンしかいなくて、うん、それで？人間が南極行くじゃん。うん。それペンギンは仲間だと思うらしいの。それで？自分以外の。それで？で、途中で仲間じゃんと思って、うん、何でもねえよ。早くもう急いで急いで。もう水だっけ。やめよ。はい、ここでやめんの。やめよ。中途半端にほどか。ペンギンは南極で二足歩行いるじゃんってことで。で、人形見たら仲間だ。人形見ちゃうよ。お前はロリンベルしてやろうって。もうダメ、もう無理。新橋の酔っ払いがあるここ SL 広場だったっけ。恐ろしいの。ペンギンって恐ろしいの。年金って。年金だからね。あ、もう辛い。お、あと13件じゃん。いや、だから年金じゃない。ペンギンは人間のことは仲間だと思うんだよ。それで？で、途中まで行くんだけど、仲間じゃないって気づいて。なんで？いや、その長引くか長引くそれ。おい！で、なんか、まあ、これ気になってもらったら。途中で仲間じゃないって気づいて、動揺するらしいよ。で、グノシーに乗ってた。で？終わり。最悪、年終わり。来年もよろしくお願いいたします。すんなよ、あれさ、お前、何言ってんの？俺のせいじゃねえ。来年頑張って出るから、落ち言ったじゃん。落ち言った。皆さん、良いお年を。まだ終わんないけどね。まだ今のうちに言っとかないと、後から何喋るか分かんないよ。ほら、でもあと1件で1000じゃん。ほら、あと1件で1000じゃん。1000件目のコメント。誰か、1件ちょうだい。あ、30秒だからさ、もう早く。あと1件、あと1件。押した。いった。よし、ありがとうございます。気持ちいいです。またね、来年ね。よろしくね。今度はちゃんとね、しっかりしよう。来年もなんだかんだやるから。来年はね、がっつりやろう。あ、今日締め日なんで来てください。そう、締め日だよ、今日。あ、今日締め日だ。お金使いに来てください。うん、せっかくこの時間まで起きてんだから。てなわけで、来年も、この後寝るからありがとう。ペンペンありがとう。どうもー。ソイソイはもういいや。ソイソイ。ソイソイ。でもなく溜まり込んだことに疲れ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝い込んだ仮面をにらめ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力でこの番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を Hey yo everybody。 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。